ボスバチ。レオです。ナツです。コギ。メル。スイズです。今日はなんと切れた姫との修復法、はい、ボスだったらみんな皆さん一度は切れると思うんで、そこから修復法っていうのをね一人一人聞いてみたいと思います。じゃあ。僕先行っていいですか、行きましょう。いよいよ、はい、僕修復できたことないっす。ないです。はい、試みたことではいいです、はい、まあ試みるのは切れる時にめっちゃいい感じで言うっすね、お世話になりましたみたいな、あなたのおかげでこういうことがありましたみたいな。多分 LINE でこんくらいの日記っすかね、こんな感じだったねっつって、あとアルバム作ったりもしましたね、写真の。めちゃくちゃいいね、LINE のアルバムっすね。はい、ですけど、まあ効果はなかったですね。ないんだ。はい、ないですか、修復法。まあでもどういう切れ方っていうか、まあね、船かになったっていうのが大事ではあるじゃないですか。基本的にこっちがやりすぎて無理ですと、はい、もう支えられませんみたいになるのか、はい、それともなんかフェードアウトしていく感じでも違うと思う。かなり難しいですよね。すはい、見るのを今言ってた、切れる前に何かしたっていうのだったら、うん、なんかグッチの靴を買ってあげてと切れたみたいなのありますけど、はい、ありました。やばいと思って、やばいと思って、やばいと思ってグッチ行ったんだけどね、はい、好きなの選べよって言って、よく来ましたね。そうなんだ、利用されてるね、それ。はい、まあでもそのなんかどれぐらい1年後ぐらいになんか来ましたね。へ、はい、グッチで。いや、その時グッチも俺に腹立ったらしくて捨てたとか言ってた。出方にもよりますね。いや、そうなんですよね、関係性っすよね。喧嘩して切れた時のことはなんかありますか？喧嘩っていうか、揉め終わり、一方的じゃない。ブロックせずに残しとくないですか、LINE って。なんかふとした瞬間になんか一斉送信するときにたまたまその切れたやつが引っかかってなんか来たみたいなのはありますけど、まあ、お互いなんかちょっと大人になったしねみたいな、なんかそんな感じでしたね。時間が解決する。ちなみに、やっぱり急に連絡取れなくなるんですよ。あ、別に揉めてもいいねんし、はい、めっちゃあの時、はい、昨日までめっちゃ笑顔だったのに、はい、ありますね、急に連絡来ねえみたいなのを対処法。それは一番無理です。無理だよね、それが一番無理です。めちゃくちゃ難しいっすよね、はい、だから僕はわざと土砂降りの部屋を選んで家の前で腹とは思って突き刺ってるっていう。怖くね、怖いやっぱり0100じゃないっすね。0100あんちゃん警察だから警察発生を。あれないっすね、なんかキャパオーバーというか、もう頑張りきれなくて切れるみたいなパターンばっかり。もうちょっと頑張れないみたいな、俺が先行っちゃうみたいな、待ってあげないパターンです。まあ待ちたくもないじゃんこっち、はい、俺終わらないんですよ。でもなんか振り回す系なんで、切れてこの子が他のコース行くじゃないですか、はいはいはい、もうみんな優しくしないと取れないじゃないですか、はい、俺が振り回したもん、はい、でも優しくされてもはまんないんですよ、振り回されてたから。だから勝手に戻ってくるんですよ、刺激を求めて。ブーメラン営業。そう、ブーメランだから。ブーメラン営業だね。残飯を見て俺が輝くみたいな。残飯を見て俺が輝くみたいな。あれちょっと優しいんだけど、なんかちょっと違いらしいなみたいな。もっと最後にピストンでね、ドドメのピストン、ドドメのピストン、激ピストン、激ピストン。勝手に戻ってくるパターンもありますよね。結局味変したくてブレる子もいるじゃないですか、変な話。そうです。変に囲いすぎない人っているじゃないですか、ずっと。はい、だから俺はちょっと野放しであげた方がいいのかもしれない。切れてるのにかかわらず、なんかいや俺だけ見ろよみたいな言うのは、はい、余計にしんどくなるんじゃないかなって思って。戻ってきたらもうこっちのもんじゃないですか。戻ってきたらとりあえず立場はもうこっち、一本もらっていいみたいな、一本もらっていいか、はい、それともなんかちょっとあれじゃないの、なんでタメ口なのから。まず人間関係からまた構築していかないと。床に座りなさいみたいな。ちょっとなんでお前そわそわってんの。いや床からでしょ。まずタックスって別に椅子も入ってるわけじゃないから。サービスはするよ、別にソファーはタックス入ってないからね。立場やってしますよ。切ったってことは向こうも相当な覚悟で戻ってきた。そう、確かに。あーもうなんかグダグダしてる方がうざいっす。うざいね。なもういいよ、だからお前とかね、だからお前気になるから分かるよってなっちゃうっす。なんか元気してるみたいなからみたいな。担当直に来てほしいっすね。いくら持ってけばいいですか。はい。それが一番いいっすね。時間金だよね。でまあそれ関係性はありますからね。ちょっと長ければ長いほどそういう風になるし、なんかその、うん、勝手に向こうから離れてって、なんか結局都合よく使うなよって話じゃないですか。で要はまあ、はい、さっきコウキ君が言ったみたいについていけない子多い。そうですね、それしかないです。頑張れなくなって
きた、稼げなくなってきた、そこまで。まあそれ応援レベルの話ですよね。それ確かに多いな。そこでやっぱあれですもんね、うまくモチベーションこうやっても無理だもん。無理じゃないですか。あと店がつまらない、一番困るよ。切れるって結構こっちも力入れるから切れるわけじゃないですか、うん、そういうやつが店楽しみに来んねってなっちゃいますよ。まあね、はい、分かる分かる、なります。確かに楽しみに来んねって、はい、使いに来るだけです。究極ね、はい、それが究極ですね。使ってる子で幸せそうな顔の子あんま見たことないです店つまんねえとか言ってるくせに割と楽しんでなかったみたいな、いるじゃないですか。お前ヘルメットめっちゃ笑いやって喋ってたやん。俺その笑い声聞いたことないよみたいな。ケイさんの中でやっていると思うんですよ、ね、やべえって感じが。いや、修復法、修復法があったりとか教えてほしいっす。これ鉄板、これ鉄板だみたいな。土下座っすかね。まあ、ケミさんの土下座価値ありそう。すごいっすね。めちゃくちゃの価値ありそう。やっぱ雨の中ですかね。雨降ってた。雨の中やっぱ雨、やっぱ雨大事なんですね。雨降ってたわ。土下座するってこと、過失はあけみさんにあったの？過失ありました。そういうことですね、はい、過失があってなおかつ大事な人だった。俺はなんかどちらかで言ったら、まあ謝るタイプです。なんか揉めたり、切れたり、あ、責任、まあ、なんか謝ったもん勝ちですよ、向こうが悪くても。ただの首の運動なんで。鍛えられてますもんね。楽じゃん。それは面白いです。感情的になってた復活のすね、そこすね、復縁の方法としては、みたいな。やっぱ先に謝った方がいい。ホストだったら、まあ、謝った方がいいかな。まあ潰した方がいいっすよね、文句相手の。店つまんねえじゃんとか、あの誰々面白くないんだけど、あなたあなたつけないわ、店ごまつったらこれするわ、でもこそういう現状があったからこれごめんなって思えば、別にそれで別にいいかなっていう人にはもうスマホを作る、うん、まあまたさっき言ってくるめらない、うん、それもこの子が今釣れたら嫌だ、もうずっと持っていきたいっていう人にはもうすいませんしかないってことで、首の運動っすか。首の運動っす。ちょっと首みんなで鍛えましょう、一回。あんま慣れてないと思うんだよね、縦に首を折るっていう。はい、はい、チャンネル登録いいね、コメントお願いします。ポスバチでした。